図版、R、コキシニアレナンテラ族は、卵化植物の一群。硬い葉を護生して、多数の赤から、大々の鮮やかな色の花をつける。中型から大型になる、着生植物の卵。茎は、立つか、あるいは生え上がって伸び、多数の葉を護生する。葉は、幅が狭くて、肉厚で硬い。花形は、溶液から出て、普通は長く伸び、分子して、多数の花を。 円錐状につける。花は平らに大きく開き、弁は肉厚で赤から大々色の派手な色をしている。背角辺と側下弁は頭皮新型をなし、互いに離れる。側角辺はより幅広くなっている。新弁はとても小さくて三列し、側列辺は立ち、中列辺は下型で後ろに反り返る。またその基部は虚になるかあるいは袋状になる。 カルスは枝状。花粉界は4個あって2体、老質。学名は、ラテン語のリネスと、キリシャ語のアンセラからなり、花粉界が人造型をしていることによる、火炎乱の名も有する。なお、本族の和名として、人脈乱族が用いられたことがあるが、これは、石垣島に産する人脈乱アラクニスラブロースさが、本族のものとされていたためである。 約15種が東南アジアのフィリピンからニューギニアにかけて分布する。ヒスイラン族バンダに似ているが、普通は石管がより長く、葉はより短い。代表的なものを挙げる。溶蘭として栽培される。略称はレンである。その鮮やかな色は強烈で、熱帯らしさを感じさせるとの表もある。栽培はほぼヒスイラン族に準ずる。 交配品種も作出されており、また続間交配も行われている。以下のようなものがある。以下、種として、唐沢監修、P566 園芸植物大辞典、P2754 例えば、土橋、P229 唐沢、P153 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 園芸植物大辞典、P2754。 ありがとうございます。